縄警備鉄道嘉手納線。グスクナ駅からパイプライン。今は国道58号線沿いを那覇方向に歩いています。嘉手納方向から来た警備鉄道は目の前のグスクマ交差点で左方向に進路を変えます。給油所が見えます。給油所の左にはグスクマ郵便局がありますが、ちょうどこの辺り沖縄警備鉄道のグスクマ駅がありました。ここでちょっと余談です。私は気軽にガソリンスタンドのことを給油所って言ってますけど、これって標準語じゃないんですね。先日九州の友人が、沖縄は面白い、ガソリンスタンドのことを給油所って言うんだと軽くディスられたのです。私は悔しいものだから、給油所っていう少し前まではガソリンスタンドのことをカールテックスって言ってたんだぞと言ってやりました。戦後沖縄に進出したアメリカの石油会社の名前がカールテックスで、そのまま市中のガソリンスタンドはみんなカールテックスと呼ばれていました。あれ、話が横道にそれちゃいました。すみません。郵便局の前あたりにグスクマ駅があったはずなんです。もちろんその痕跡は探せないと思うんですが、グスクマ駅の駅長宅の井戸というのが残っているはずなんです。その井戸を探したいんですが、どうも探せません。給油所の周辺など駅長宅の井戸を探してみたんですが、探せませんでした。心残りですが、次の目的地パイプラインまで歩いていきます。ここで地図を見ながら周辺の確認をしてみましょう。沖縄警備鉄道嘉手納線は那覇から嘉手納を結ぶ路線です。ちょうど今の国道58号線とだいたい同じルートで進んでいきます。本日は浦添市グスクマにあった警備鉄道のグスクマ駅周辺を散策してみたいと思います。大蛇名駅、牧港駅、グスクマ駅、内間駅と続きます。内間駅の次は那覇市の安里駅になります。グスクマ駅から58号線から分かれて南下します。パイプライン通りに出て、そこからまっすぐに那覇へと向かいます。パイプライン通りはその名前が示すようにアメリカが作った道路との印象ですが、戦前から警備鉄道が走るような
機関道路だったことがわかります。グスクマ駅の痕跡は探せませんでしたが、京浜鉄道の線路の跡を追いながらパイプラインまで歩きます。これは先ほどの地図と大体同じ内容です。右上に京浜鉄道の説明があるので、要約して読み上げてみます。ここパイプライン通りは大正11年から昭和20年まで京浜鉄道が走っていました。京浜鉄道とは本土の国鉄より規格が小さいものを言います。沖縄の人々は京便と呼んで親しんでいました。那覇から嘉手納までの間約23キロを片道92分で結んでいた。おおよそ時速15キロとありますから、のんびりとした列車だったようです。パイプライン通りの由来、昭和20年沖縄戦を経てアメリカ軍の占領下に置かれた沖縄には、次々と軍事施設が作られるようになりました。昭和27年、那覇軍港から北谷町の軍施設にジェット機の燃料を送る輸送艦が設置された。浦添市内の地中にもパイプ艦が埋め込まれた。そして平成2年になってようやく全面返還となり、この通りは市道として認定され、道路整備が進みました。
この道を京浜鉄道が走っていました。次の駅が内間駅、その次はもう那覇の安里駅になります。スタート地点のグスクマに戻ってきました。ここに前から気になる建物があるんです。この建物です。趣がありますよね。建物の右側に珍しい色合いのブーゲンビリアが咲いています。近寄ってみましょう。ブーゲンかと思ったら違う花です。何という花でしょうか。花に詳しい方教えてください。またまた話がそれています。今日は沖縄京浜鉄道のお話でした。京浜鉄道の城間駅の痕跡は探せませんでした。城間駅長宅の糸跡があるはずです。それは次の機会に探してみたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。